はい、どうもこんにちは。モーターズ編集部の大和です。いつもの愛車紹介ですね。今日はスペシャルゲストが登場しております。もうね、この車見たらわかるかな。じゃあ早速ゲストの方を呼び込みたいと思います。本日のスペシャルゲスト、土屋圭一さんです。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。お願いします。モーターズの愛車紹介企画に、はい、スーパーレジェンドとして本日はお呼びさせていただきました。今日はですね、土屋さん自ら、ご自身のこの愛車86を、紹介していただくということになるんですけれども、何年ぐらいずっとこういじってこられてるんですか？20年以上ですね。20年以上、ボディとしてはもうこれが5代目ですね。あ、5代目。こんなに綺麗な86っていうのもなかなかもう見ることもできないんじゃないかっていうくらい綺麗です。ベースがすごく良かったんですよ。腐ってないし、錆びてないし、はい、それまでの4台はやっぱりこうボロが多かったですね。あ、そうなんですか。これが一番程度良かったんで、これをベースにどん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 仕上げていったって感じですね。土屋さんにとってはやっぱり86ってさ、思い入れのある車だと思うんですけれども、そこからさらに思いを詰め込んだこのトレノっていうのを今日は紹介してもらおうと思います。はい、はい、じゃあ行ってきます。カスタムポイントっていうのを紹介してもらおうと思うんですけれども、ボンネットの色が違いますけど、これはカーボンボンネットになってますか？ドライカーボンですね。なんちゃってウェットは使わないですよ。なるほど。全部ドライで。ドライで。これでどれぐらい軽くなるんですか？これで10キロぐらいは軽いですね。あ、そんな違うんですね。緑を選んだのが土屋さんの。カーボン屋さんがね、はい、こう色々色できますよっていうので、はい、黒じゃつまんねえな、レーシングカーだよなっていうね。いろんな色見て、うん、グリーン綺麗じゃん。へえ。あと屋根もドライカーボンですね。あ、カーボンに変わってるんですね。軽量化っていうとこれぐらいですよ、はい、中は何も軽量してないんで。ああ、そうなんですね。やっぱこう素が好きなんでね、素の86が、うん、はいはい、ベースの部分。そうですね。このままサイドの方行っていこうと思うんですけど、はい、これがホイールがワーク。ワーク、はい。いや、白昔ながらの、はい、オフセットが深いやつをね。あ、選んでるんですね。86っぽく、はい、で、タイヤが、71R、ね、はいはい、地球55015。これはやっぱこのワークのこれを選ん でピアスボルトがこう見えるタイプのホイールを選んでるのはその昔っぽさ。昔っぽさ出さないとね。うん、今風の新しいホイールつけても、はい、似合わないでしょ。ちょっとこうアンマッチになっちゃう。そうそうそう、ただのミーハーみたいな。こういうところにもこだわりがこう詰まってるわけですね。フェンダーはこれ引っ張ったりは、まあ、ちょっと引っ張ってるぐらい。ノーマルであんな速いのかって言われるのが好きなんでね。ああ、なるほど。そうですね、ノーマル前としてて来たらめっちゃ速いみたいな。そうですね、そこを狙ってますね。見た目はやっぱこう素でおとなしく、そういうのが好きですね。あった方が綺麗かなと。こっちの方が投資感もこう出ますよね。そうですね、やっぱこう86の昔 N2 レースに憧れてたんでね、はい、それで綺麗だなって。これはもう本当になんか純正でついててもおかしくないようなマッチングしてますよ。マフラーはこれはどこのになるんですか？ K1 プラディングオリジナルの。オリジナルのマフラーですね、まあ、あの音にこだわるんでね。なるほど。いい音が出るまでマフラーは作り続けると。音ダサいのはダメでしょ。そうですよね、いい音がするのはやっぱ気持ちいいですよ ね。音重要。その辺はもう、あれですか、性能よりも重視するのは音ですか？いや、性能ももちろん出てないとね、はい、やっぱこうエンジンに合わせた、まあ、4AG の時のマフラー、5AG のマフラー、7A のマフラーっていう、はい、その当時の仕様に合わせパワーに合わせたマフラーでいかないと。なるほど。あと車内なんか見てもらえば分かるように、はい、リアシートも内張りも全部ついてますからね。あ、なるほど。しかもこれノーマルの。ノーマルですよ。へぇ、どんがらにするとね、はい、なんか走り屋の兄ちゃんみたいでしょ。そうですね、それが嫌なんで、こうノーマルはそのまま室内は残すと。リアシートの状態もめちゃめちゃいいですね。綺麗ですよね。はい、
かなかこのクオリティの86走ってないというか。なかなかないよね。はい、ちょっとあの運転席座ってみてもいいですか。あ、いいですよ、いいですよ。じゃあちょっと運転席座っちゃいます。あ、でも本当にあれですね、僕の身長が170ちょうどぐらいなんですけど、肩といい腰といいすごいぴったしですね、このサイズ。ブリッドの高橋社長に、はい、日本人に合ったシート作ろうよ、うんうん、っていうのから始まってますからね。なるほど。タイムアタックの時はね、はい、肩触れるとダメだよね。ああ、もうやっぱり姿勢が触れちゃうと思う。ステアリング肩触れるとやっぱりステアリングワークにも影響するし、はい、視線に影響するよね。ああ、ブレちゃうんですね。そうそうそう。メーターもノーマルなんですね。ノーマルノーマル、完璧ノーマル、はい、中は至ってシンプルという感じですね。さりげなくノーマル なんだって思われるのがいいね。ああ、そういうことなんですね。そうそう、で、険しいやつをやっつける、ギョギョしいのを追っかけて。そうそうそう。このルーフもカーボンにして内張りちゃんと張ってるんですね。張ってますよ。なんか結構そのまんまのパターンとか多いですけど、こういうところもすごいこだわってらっしゃって。普段乗りはやっぱり綺麗な車に乗りたいよね。なるほど。ウインカーとかもね、こう当時のまんまですね。この TRD のステアリングも当時からあるものなんですか。もちろんもちろん。シフトノブもこの通りノーマルですね。鍵にキングってついてます。オーディオは当然ですけど積んでないってことですね。エアコンオーディオはつけないでしょう。なるほど。86乗りはやっぱこう攻めて走るのに重たいものはいらないと。重い。エンジンルーム見せていただいてもいいですか。はい、見せてもらいます。至ってシンプル。おー、ね、なるほど。確かになんかこう仰々しい何かがあったりとか、ないヘッドカバーギラギラしてるとかもなく、至ってシンプル。これ最終 7A の絵。7A、はい、20バルブです、はい、これはその土屋さんとしてはどういうコンセプトのもとの仕様なんですか。エンジンというか、どっちかっていうとイニシャル D でしょ。負けたら次のエンジンに行くみたいなね。なるほど、ステップアップしていく。そうですね。1980年代は 4AG でもなんとかライトチューンで行けたかな、うん、はい。それが1990年代に入って 4AG フルチューンじゃないと、はい、シビックタイプ R と勝負できないとかね。あ、そこから今度インテアルが出てきて、はい、これ 4AG じゃ無理だな、5AG ですよ。それを繰り返してって現代のは 7A になると。 7A になって200馬力オーバー。200馬力オーバー、 NA のまんま。実測値200、どれぐらいですか。220とか、だいたい205とか、205とか210ぐらいじゃない、うん、これはもう作るのはこうテックアートさんで作られてる。そう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 、あれやるよ、やろう、これやろうとかね。ああ、もう全部テックアートさんで。そうそうそう、あとはもう東京オートサロンでいろんなものを見て、はい、86でこんなのあったぞみたいなね、はい、ちょっとつけようよみたいな。ちょっとずつこうバージョンアップを繰り返してるんですね。そうそうそう。足はどこのになってるんですか。足はこれ調整式ですよ。これ車庫調で電動ダンパー。電動ダンパーなんですね。綺麗ですね。シンプルでいいよね。そうですよね。余計なものがないというか、うん、現代の車ここに隙間ありませんもんね。ごちゃごちゃだよね。はい、これがいいんだよね、86は。土屋さん的には今後、この86はどうされていくんですか。フットバージョンっていうね、はい、いかがわしいビデオがあるんだけど。それは僕は何も言えないんですけど。そこで峠の魔王っていうのをやってるんでね、はい、そこでやっぱ負けると、なんかやりたいなっていう。叶うわけがないんだよね、もうサスペンションのレイアウト自体が、はい、こんなホーシングでさ、勝てるわけがないんだけど、はい、ここをなんとかね、やっていくわけ。そこは面白い。やりすぎチューニング化にするんじゃなくて、86で戦うっていうのが。そこが面白いんだよね。いやもう本当に86好きの皆さんが思ってることのこう塊というかね、本当に86界のレジェンドというのはよくわかりますけど。土屋さんのレース人生の中で86ってすごいその重要な存在だと思うんですよ、うん、土屋さんにとって86っていう車両自体の存在ってどういうものですか。1984年当時だと、はい、史上最強のスカイラインキラーだと思ってましたよ。ああ、そうなんですね。向こうはそう思ってないですよ。あ、なるほど。ドライになるともう絶対的なパワーでね、うんうん、向こうは2リッターターボだし、はい、勝てるわけないんだけど、雨が降ると、はい、86でモスカイラインをやっつけられる。そこに面白みがあったよね。ああ、もうそれは軽さと、そうですね、コーナリングの速さで、うん、バランスがいい。そこがやっぱり一番強みじゃないですかね。なるほど。出た時はその86に乗る人はそういうスタンスで乗ってた人が多い。いや、ミーハーが多かったですよ。やっぱり出たばっかりの頃はね。あ、そうなんですね。買ってからのめり込む人が多かったですよ。86乗った瞬間から面白いっていう。へえ。今でこそね、200馬力なんか当たり前ですけど、はい、やっぱその当時のノーマルの86でも全然こうレースやってて、う
速さってまだ実感ありましたよ。プロになっても86で走ってましたからね。ああ。だからドライバーを磨く車ですよね。ああ、なるほど。この車が、うん、ドライバーを育ててくれるっていうのが本当にこの86の魅力。あとはね、パーツの豊富さ。その当時のね、はいはい、の TRD がやったことっていうのはレース用パーツ、ジムカーナ用パーツ、ラリーパーツ、ダートラパーツっていう、おこれだけのパーツを出してきてくれたんで、これを組み合わせることによってルービックキューブのようになるっていうね、自分だけの車を作れるっていうのがあったんですね。この86の時代っていうのは、はい、いかにそのトヨタというか TRD が力を入れてたかっていうのが分かりますよね。もうやること何もないっていう車じゃないんでね、86って、はい、今でもまだまだ突き詰められる。そうですね。じゃあ、最後になるんですけれども、モーターズを見てるその視聴者層って結構若い方が多くてですね、そういった方々にその車の面白さを、土屋さんの思う車の面白さを伝えていただければと思うんですが、うん、車の楽しみ方はね、いろいろ収入にもよるんで、僕の頃ってのは中学生の時にテレビを見て日本グランプリの、箱須賀が走っている、RX7 と、その当時は RX7 じゃない、うん、サバンナですけれども、うん、やり合ってるかっこいいなっていう、もう本当に子供心でかっこいいなっていうところから入ってるし、その今の子供たちっていうのは、タクシーだとかワイルドスピードとかイニシャル D とかっていうのを見て、あ、車っていいなと思ってくれてると思うんですね。だからやっぱり皆さんが楽しむためには何らかもう軽でも何でもいいし、その見て楽しむ、作って楽しむ、飾って楽しむ、走って楽しむっていう楽しみ方は車っていっぱいあるんで、走るだけが車じゃないんで、本当に自分で綺麗にして、自分の彼女みたいにね、彼氏みたいに、大事にして綺麗になったり、こうデコレーションしたりっていう楽しみ方もあるんで、やっぱ車はね、いろんな楽しみ方があるんで、皆さんが楽しみたい楽しみ方を見つけてくれたらいいなと思います。ありがとうございます、はい、スペシャルゲストの土屋圭一さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、それじゃあまた。緊急事態です。乗ってきていいよって言われました。壊さないように気をつけて乗ります。行ってきます。